自動鋭作を加えて輸送機に乗り込まんとする高架量兵高架量兵はドイツにおける空挺兵の名称。言語のフォルスチャームは落下山、イェーガーは両兵を意味し、ドイツ語においては自国以外の空挺兵を指す場合にも用いられる。ナチスドイツの高架量兵は第二次世界大戦において初めて大規模な高架作戦を行った部隊であり。 大規模な降下作戦の行われなくなった大戦中期以降は精鋭の不評部隊として活躍した。その存在した前期間において司令官はクルト・シュ首デンと出会った。イギリス連邦やアメリカの空挺部隊とは異なり、ドイツの降下両兵は一部の例外を除き、陸軍ではなく空軍の管轄下にあった。DFS-230 グライバーから降りて戦う。 高架両兵ドイツ国防軍発の空挺兵は、1936年1月29日に決定されたドイツ空軍のゲネラルゲリング連隊、大愛大隊より募られた24名の訓練生たちである。彼らは空軍が同年3月にシュテンダールに開設した。1936年10月には陸軍でも重落下山不標中隊の編成が決定され、 1937年から空軍施設を借りて訓練が開始された。同体は1938年6月1日付で大体に増強されたが、1939年1月1日付をもって空軍に移管され、第一高架両兵連隊第2大隊に振り分けられた。海戦当初は数個の高架両兵大隊だけであった。戦力は、 その後三個高架両兵連隊に支援火器及び航空機を加えた師団規模にまで拡大した。これが第七航空師団である。1940年4月9日、高架両兵部隊はデンマーク侵攻において最初の高架作戦を行った。早朝、彼らはオール某空港を攻撃、占領した。同空港は後のノルウェー侵攻において、 ドイツ空軍の燃料補給基地として重要な役割を担うことになる。また同じ攻撃でオールボー周辺の複数の橋も占拠した。この日はマスネード要塞攻撃などデンマーク国内で他にも降下作戦が行われた。敵との交戦があった初めての空艇攻撃は北欧進攻初期ノルウェースタバンゲル近くの空空空港を脱出した際である。それに続くノルウェー戦では 高架両兵最初の敗北もあった。1940年4月14日、一個中隊がドンボスの村と鉄道ジャンクションに降下、ノルウェー陸軍により撃破された。後には、第7航空師団の高架両兵が再編成され、新たな空軍エリート不評師団軍の中核となった。これらの師団には、第1高架両兵師団から順に数字が振られた。各師団は、 自動車化不評師団としての編成と装備を受け、西部戦線において、時に、引消し部隊の役回りを担うことがあった。その構成部隊は、戦場では、師団から分離した臨時の戦闘団を編成であったり、寄せ集めの部隊や装備で編成されることもあった。これらの部隊は、ドイツ軍の監修の通り、例えば、フランス戦時のエルトマン集団、 北アフリカのラム家高下量兵旅団といったように指揮官の名前で呼ばれた。1944年中期以降、高下量兵は戦況の変化から高下訓練を行わないようになったが、一種の継承として高下量兵という呼称はそのまま使われた。対戦末期には高下量兵師団は12個以上に増え、新設の師団では訓練不足で質が低下していた。 これら師団の中で第9高架両兵士団は第2次世界大戦中にドイツで創設された最後の高架両兵士団となった。この士団は1945年4月のベルリンの戦い中に壊滅した。なお同じ空軍所属でもこれらの高架両兵士団とドイツ空軍野戦士団は別物である。野戦士団はドイツ空軍の余剰人員で創設された編成。 運用ともに貧弱な系譜表手団である。マーストリヒト市内を行軍する高架領兵。1940年5月、クレタ島の戦いにおける高架領兵。1941年5月高架領兵は、1940年の高架作戦によるエヴァン・エマール要塞の占領。北欧侵攻における高架作戦。1944年のモンテカッシーノの戦い。 ノルマンディ上陸作戦におけるカランタンボ防衛戦など多くの有名な戦闘に参加している。降下両兵による最も有名な降下作戦は1941年のクレタ島の戦いである。第7航空師団が丸ごと投入された。作戦は当初からつまずき、降下中や着地直後に撃たれ戦死する兵が相次いだ。また当時は ライフルや機関銃などかさばる装備はコンテナに入れて投下していたが、そして飛行場を占拠してから、ようやく輸送機で、第5山岳両兵士団の増援を送り込むことができた。激戦の末に、クレタ島は、なんとか占領できたが、降下両兵は甚大な損害を被った。これを見たヒトラーは、この種の大規模の高下作戦はすでに成功の見込みが、薄いと考えるようになった。 しかし本作戦では降下以前に奇襲効果が失われており、それがなければ損害をもっと抑えられた可能性もある。一方連合軍も大規模な降下作戦をやるたびに損害が増えたことから、対戦末期には同様の結論に達している。1943年12月20日から28日にかけて、第一降下両兵士団第三連隊第三、大隊は、 イタリアのオルトナの戦いに参加した。モンテカシーノでの戦いの中、第一高下両兵士団は通常の不評として行動した。数軸軍に建物を利用されることを恐れた連合軍がモンテカシーノ修道院を爆撃で破壊した結果、図らずも瓦礫でできた強固な要塞ができてしまった。そのため残った高下両兵は度重なる突撃や厳しい砲爆撃に耐えて、 数ヶ月持ちこたえることができた。連合軍は、高架領兵の頑強な守備に対し、緑の悪魔のニックネームをつけたが、彼らが側面から包囲されるのを恐れて撤退した後、ようやく、ポーランド軍とフランス領もウロッコの部隊が、修道院跡を占領した。高架領兵部隊の装備は、通常極めて良好で、ドイツ軍の最も優秀な武器を供給された。彼らは、 全自動射撃可能の自動小銃や無反動砲、ゲルリッヒ砲を実戦で使用した最初の部隊の一つである。一般的なドイツ軍のヘルメットと高加量兵用ヘルメットまた、高加量兵にはドイツ軍の近代化されたヘルメット、シュタールヘルム M1935 を元にした専用のヘルメットが支給された。高架中にパラシュートの紐に引っかからないようにするため、 外形は標準型ヘルメットから前方のひさしと側面から後面の膨らみを切り詰めた形状となり、比較性の内装や後紐も,も専用の構造に変更されていた。高化両兵の使用したパラシュートはキャノピーが連合軍のもののように両肩のあたりでハーネスにつながるのではなく、背中中央の一本のストラップだけでつながる方式のため、 装着者は降下中の姿勢制御がほとんどできず、また飛行機から前のめりの姿勢で飛び出さなければならなかった。さらに膝と肘から着地するため、パッドを装着していても、負傷率が著しく増した。FG42 を構える降下量を平行下時に、傾向できる武装も少なく、ホルスターに収めた拳銃一丁と手榴弾、刃渡りの短い空挺ナイフの程度であった。 ライフルその他の武器は兵とは別にコンテナに収納し投下されたため回収できるまでは貧弱な武装のままだった。これに対し対戦中期以降に実戦投入された連合軍の空挺兵はケースに入れたライフルかサブマシンガンを携行して降下した。空挺ナイフは短めの刃が殻の中に収納されており刃を伸ばすためのバネ機構は持っていない。 柄の小レバーを指で押しながら、刃先を下へ向けると、刃の自重で、または柄を振ると遠心力で刃が出てくる構造で、折りたたみ式のピックも備え、落下山の調索が絡まった際に切り離したり、結び目を解くために用いられた。この装備の問題に対し、ヘルマンゲーリングは、小銃、短期間銃、軽期間銃の機能を統一した、しかも軽量で、高火時に傾向できる。 汎用武器の開発を指示、FG42 自動小銃が作られた。これは1943年から終戦まで、少数が製造、配備された。詳細は、第40航空突撃連隊を参照ドイツ、民主共和国では、国家人民軍地上軍が、唯一の高架両兵部隊として、第40航空突撃連隊を有した。この連隊の設立には、 旧国防軍の元高架両兵らが関与したとされる。パリシャンゼリゼ通りをパレードするドイツ連邦軍、第26空挺旅団現代のドイツ連邦軍では、高架両兵は陸軍の管轄下にあり、ニコ旅団総統部隊と、いくつかの独立大隊、中隊によって、特殊作戦士団の中核を担っている。2010年には、1万人の兵が、以下の編成で、 同士団を構成する予定である。師団兵の大部分はパラシュートでの展開能力があり、全員が少なくとも空中起動可能である。この特殊作戦師団に加えて、ドイツでは連帯規模の空中起動あるいは空中教習部隊を編成途上にある。ありがとうございます。